逆サイド、うわあこれだよ、これだよ。キーパー出てきたけど、これ PK、うわぁ、ピケ取ったか。うーん、やっぱ懸念していたところですね。伊藤のところでした。これゴンダうんぬんじゃなくて、これ戦術的にだよね。うん当たってるか当たってるかこれ。いや、もう一回見た方がいいよ、初心崩されたっていうのに変わりはないけども。違うか。ないか。もうこゴンダに祈るしかない。うん。 完全にね、崩されて PK だったらちょっと納得いくんだけど、いやー前半で点入っちゃいましたか。日本は追いつく策があるのか。そもそも論言うとここまでの展開2点ぐらい入っててもおかしくない状態ではあったんですけどね。厳しい戦いですね。まあ、言うて1点差なんですけども、内容がやばすぎると。厳しい展開ですね。やっぱり予想はしてたけど、ただいいニュースとしては1点で抑えられてるっていうことですよ。 どうあんどこいどうもう高い位置いってるわ。三笘アイソレーションあ,あるよ。三笘空いてるよ。三笘浮いてるよ。うわい、い来た。そして、三笘のドリブルで、うーん。引き付けてからの、決まったーこれあっぱれだ。あっぱれ,れうん。これは今よかったね。これもう一回行っとこう。 これは良かったなぁ。サイド浮いてきたところの三トマイソレーション引きつけてで三マに注目が集まったところで逆に空いてくるフォーバックで貫こうとするドイツ内側空いてきてまさかの追いつき前半何だったんだっていうフォワード5フォワードインサイド抜けてったのが鎌田なのかな。 いや、三笘のため、半端ねえな。これ10番、南野か。南野のシュートのこぼれ。うわ。ただこれすごいよ、これ。なんだこれ、フォワード何人いるんだっていうシステムなんで。ただ、ドイツって、繋ぐことを宿命づけられてるから、こういう展開弱いのかもしれないね。繋ぐから絶対、ここでも。どういう状況になっても繋ぐでしょ、彼ら。いっちゃいこれ。さあ、残り10分盛り上がってまいりました。 森保マジック発動しております。森保監督が奇跡の采配を起こすのか。頑張れ。頑張れ、日本。板倉から逆サイド三笘浮いてるけどなんか裏に抜けてる朝野。マジマジか。これあっぱれだろうあれ。あなんで抜けてたんだよ。そして絶対シュート入らないだろうなと思ってたけど、ニアハイ狙ってきました。マジか。えー マジで信じらんねえな。たくまだなジャガーですね。いやーまさか。マジで。ジャガーだよな。うん、ジャガー佐野だな。ハンジフリックのこの表情です。いやー何があるかわかんねえんだよ、サッカーって。やっぱ前半でやめなくてよかったよ。今まで見てた方は。サッカーっていうのは何があるかわかんないし、あの、魔物が住んでるのが甲子園、あ、えっと、魔物が住んでるのがワールドカップっていうことでね。 これ、うわ、何ディフェンスライン崩れてて、リュディが外してるし、ズーレがギャップになってんだな。で、この決定力よ。最高のシュートコースに入れたな。これ、トラップもやばいよ。後ろ向きのトラップで、ハンドオフで。<laughs> これ、人生で一番いいプレイしてんじゃないか、この試合、朝の。 トラップやばかったし、その後のこう減速しないでコントロールしながら行ききる動きだとか、あのシュートコースもやばかったな。マジか。あと1分。あと1分ですよ、皆さん。これ誰が想像できたこの展開。よっしゃ、ライスゴンだ。笛。よっしゃー いいもの見たなあすげえわ、日本。アジアのサウジアラビアがアルゼンチン進めましたけど、それと同等。いや、それ以上の素晴らしい内容だったなあ後半特に。いやぁ、素晴らしかったなあ日本おめでとう。乾杯ですね。いや、乾杯だなあみんなと一緒に処理、言われて嬉しいです。よっしゃ。いや、ほんとよっしゃなんだよなあメガホン持ってきて窓上げて思いっきり、よっしゃ言痛いわ。 うりゃー言いたいな。素晴らしい試合だったし。なんか戦術って言うとさ、なんか433だとか、なんか4231だとか、なんかそういう、ついなんかそういう配置と動きとっていうところだけに着目しちゃうところあるけど、だから数値で表せないっていうか、まあもちろんね、ただその中でもただストライカー入れたってだけじゃなくて、サイドチェンジをね、 あの、対応したとかっていうのも明らかに変わったし、ボール運びもね。ゴートさん取り組むべきと言ってた3バックから流れ変えました。いや、そうですね。いや、それも素晴らしかったし、カナダのね、カナダ戦で3バックで見えた課題、中盤の脇っていうところもしっかりケアできてたんで、 攻撃陣の伊藤だとか、銅案とかがやってましたから、それ。そこはちょっと素晴らしかったっすね。素晴らしいですね。スパチャありがとうございます。日本おめでとう。プラスドイツの決定力不足は日本以上に草でした。いや、そうなんだよね。あそこでゴンダが1点に抑えたっていうのがでかいな。あれ劣勢だってみんな分かってたと思うんですよ。だけど、交換巻き返すための布石なんですよね、あれ。ゴンダで守りきっ っていうのは我々が考えていた戦術とはまた違う視点の戦術を遂行してうまくそれを体現しましたね私もねいろいろ生意気なことを言ってきたんですけれどもいやー最後森安ジャパンまあ最後じゃないんですけどね始まりなんですけどいやー素晴らしかった これワールドカップ今までまあ私チャンネルで3試合ライブやってきてまあ逃して見てない試合もあるんですけれどもベストマッチの一つなんじゃないこれああスパチャレード戦時なんかより感情が先にあるいやまさにそうっすね <music>